岡山運輸支局本庁舎岡山運輸支局、玉野庁舎水島開示事,事務所岡山運輸支局は国土交通省の46県にある中国運輸局管内の運輸支局の一つ。陸運部門と開示部門で所在地が異なる。参加に一箇所の開示事,事務所を置く。本庁舎は鉄筋2階建てのべ1840平方メートル。1階は登録や検査の窓口。 二階は輸送監査部門などがある。隣接する岡山県自動車会館には、岡山県自動車整備振興会、岡山県備前県民局税務部分室、岡山県バス協会、岡山県レンタカー協会など12団体が入居している。敷地内には、自動車技術総合機構中国検査部岡山事務所の自動車検査場がある。ここで交付されるナンバープレートは、 岡山ナンバーと2006年10月から一部地域にはご当地ナンバーとして倉敷ナンバーが交付される。なお、1988年以前に交付されていたナンバープレートは岡ナンバーであった。岡山運輸支局は1964年、現在の岡山市藤原に岡山陸運局として開設。2015年5月7日、施設の老朽化などに伴って同志帰 都吉の岡山リサーチパーク内の新庁舎に移転。用地取得を含め、新庁舎と検査場の建設費は約21億円。大型マルチテスタが中四国地方で初めて導入された。2003年には建設が決まり、土地取得も済ませていたが、国が緊急を要さないとの理由で2010から12年度は、建設費の予算要求を認められず、13年度に、 予算が成立し着工したという経緯がある。岡山運輸支局の新庁舎が完成リサーチパーク内5月業務開始。山陽新聞2015年3月23日閲覧。ありがとうございます。